本日はですね普段よく使うこのスマートフォン私はこの iPhone14ProMax ですねでここにあるのがその前に使っていた iPhone12ProMax になるんですがその機能についてのです、ね、便利パーツっていうのをご紹介していきたいと思います。 いつもですね、拝見いただきまして本当にありがとうございます。こちらのチャンネルでですね、普段はカメラですね、写真や動画、今回はスマートフォン関係なんですけど、これもですね、カメラというところでご理解いただければなと思いますね、を楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルのご登録をお願いしたいと思っております。またですね、コメント等で仲良くコミュニケーションをいただけますと嬉しく思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。ではですね、ということで。 今回紹介していきたいものっていうのはですねこちら iPhone14 Pro Max と12 Pro Max に関係するということでですねこの機能ですねマグセーフこれとっても便利ですよねマグセーフの機能私もこれと最近ですね便利だなっていうのに改めて気がつきまして以前は充電するぐらいかなっていうふうに思ってたんですよ というのがどういう経緯でこれだけこういうふうに便利だなって感じるようになったかっていうお話をちょっとしていきたいんですね。まずはですね、なぜこれをしばらく私は使っていなかったかというお話をさまずさせていただきたいと思います。それの理由なんですけど、すごく簡単で全く信用できなかったからなんですよ。マグセーフがですね。で、これは 12FlowMax の方になるんですけど、まあ、その理由をですね、ちょっと今からお見せしたいと思います。このケースをですね、外しましまて、 まあこの素の状態の iPhone 12 Pro Max になりますね。で、このモフトのですね、このスタンド。これがですね、まあ、使いたいなということで私購入しまして、当初この状態でくっつけてたんですよ。ペタッと。ペロッと。何の抵抗もなく外れちゃうんですよ。くっつきはするんですけどね。というところで、こんなにくっつかないもんじゃ、もう貴重品、要はカードケースみたいなもんなんで、 クレジットカードとか、まあ、スイカ使うのであればスイカとかいろいろ入れられるわけですよね。というものを入れる気なんかならないですよね。で充電というところでもなんとなくです、ね、この発熱がです、ね、多いような気がしてこのマグセーフでの充電というのを私はあんまりしなかったんです。というのをです、ね、1年以上こうずーっと使わずに来て、まあ、なぜこういうふうに使うようになったかというと本当にです、ね、これからいくつかちょっと紹介していくものがです、ね、私の中では、まあ、革新的でしてまずこちらですねこの、 シンジモールさんというメーカーのこのクリアケースですね。これがマグセーフのですね、補強のマグネットが入っているんですよ。をこのように私、いつも、よいしょ、このように装着しております。で、たったこれだけなんですけど、たったほんとこれだけで、マグセーフの強度がですね、別次元になるんですよ。もう音聞いててください。パチン。パチンと。こういう、これぐらいですね、マグネットの威力、強力になるんですよ。 これついていない状態だと iPhone 12 Pro Max のマグセーフだと本当にですね弱くて信用ができなかったんです。というのがこのマグネット付きのケースによって全くこう意識が変わったっていうのがまず流れなんですね。で、その流れとして iPhone 14 Pro Max で使用するってなってもこれちょっとまだその他のメーカーでこのシンジモルさんのですねケースがのは発売されてないんですよ。発売されたらすぐ買い替えようとかって思っちゃってるんですけどこのですねマグセーフ強化のですねリングのついた ケースを使用していて、まあ、このようによしょ便利に使用しているわけです。このモフトの。マグネットのですね。スタンドですね。ただですね。これやっぱり若干このシンジモールさんのこうケースに比べると磁力弱いんですよ。こう特にですね。この横方向回転すごくしやすくて、外れはしにくいんですけど、こうすぐですね。こう曲が回ってしまうっていう状態があって、まあ、ちょっと使いにくいな。では行く。このシンジモールさんのケース欲しいなっていう流れなんですね。 で、この流れで、じゃあ便利というところで、当然ですね、今紹介したこのモフトのですね、スタンドっていうのが便利なんですよ。こちらですね、このように、パカッと、中にちょっとカード入っちゃってるんですけど、こう立てかけることによって簡易スタンドになるわけなんですね。で、このように縦に置くことも,もちろんできます。iPhone をこのような形。で、この状態でこう横に倒して横置きにすることもできるわけなんですね。このような感じ。で さらになんですけどこれをこうくるっと回すことによってこう立てかけるタイプのスタンドとしても使えるわけなんですよこのような感じでですねというのがまあ普段こう iPhone で私動画を見たりとか仕事したりとかすることが多いわけなんですがすごく便利なんですよでもですねまあいっぱい使っていましたこの2年間ちょっとぐらいというところでこういうふうにボロボロになっちゃったんですよねで今回ですね 新たにですねちょっと2つほど買い物してみまして、そちらも紹介したいと思います。それがですねこちらですね。同じくですねモフトのスタンドと、でこちらもモフトの製品なんですけど、マグネットのですねマウントっていうことになってます。でこちらのお話をちょっとしていきたいと思います。では、ですねまずこのモフトのですねマグネットスタンド、こちらの紹介をしたいと思います。 でこちらなんですけど、ものとしましてはですね、このように黒いプレート1枚だけ。で、これが2枚入っているセットになるんですけど、これがどういう機能かってちょっとお話ししていきたいんですが、まあ、すごく簡単ですよね、マグネットスタンド。なので、できることっていうのは、このモフトのスタンドがついている状態で使うってう前提なんですよ、これ。このように、すごい音するんで、切れててください、こバチンと。バチンと。で これでこういうふうにスマートフォンをですね固定することができるんですよ。今スタあのマグネットプレートしか持ってないんですけど。で、全然振っても軽く振るぐらいだったらなんともなし。もちろんですけど、こう強く振れば外れちゃいます、このように。まあ、そのようなですね、状況で使うパーツではなく、例えばなんですけど、洗面台とかの鏡のところとかにですね、これ両面テープ、3M の両面テープがついておりますので、それで鏡にこう貼り付けて固定するときに、横に、まあ、例えばこういうふうにあったとします、鏡が。で パチンと貼り付けてですね、動画を見ながら話をしながらその洗面所で手を洗ったり顔を洗ったり歯磨きしたりみたいなことができるわけなんですね。このようにどこでもこの両面テープを貼り付けられるところであればスマートフォンをモフトのスタンドを利用することによって貼り付けることのできるスタンドになっておりますね。これものすごく便利ですね。買ってみました。で、このモフトのスタンド新たに買ってみたっていうのは単純になんですけど私の iPhone40 Pro Max はこのディープパープルかな。 この紫色っぽい藤色っぽいですね色だったので合わせてこの紫色っていうのを購入してみましたでこちらですけど早速開けて装着してみたいと思いますなんかですねこう聞いた話程度なんですけどこのモフトさんのですねスタンド途中でですねどうやらバージョンアップしてマグネットのですね力っていうのが増えてるみたいな話聞いたことあるんですよで材質的なもので言うとそんなに変わらないんですけど昔のものはですねこのようにしぼのついたような革 みたいな感じ。こちらのビーガンレザーって書いてあったので、おそらく何か別の素材だと思うんですが、っていうのがですね、今回のはこうシリコン製のですね、まあ、製品のようにちょっとそうシリコンっぽい感触のスタンドになってます。で、つけてみた感じは、ああ、なるほど。マグネットもですね、ほんと若干ではあると思うんですが、強くなってますね。これあの、 こちら iPhone 14 Pro Max の方についているケースの方だと割とですねこう弱いんですよこうか特にさっき言ってたこの回転方向これほとんど力加えずにこう回っちゃう、まあ、こちらの方のくっつき方っていうのはそこそここの上の丸い部分ですねっていうのはしっかりくっつくんですがこちらの新しい方のスタンドだとこう貼り付けて動きにくいですねこれが動き出すまでこうガクッと動くの分かると思うんですけどこう力を加えていくとガクッとこの古い方のスタンドは 力を加えるまでもなくぐるっと回っちゃうんですよ。加えずにこう力をかかるっていうのかな。力がかかるともう回っちゃう。のに対して、新しいスタンドはくっつく力も,もちろん強い。で、さらにこの動きっていうのも硬くなってるので、全体的に磁力っていうものが強化されてると思います。で、スタンドの方も同じですね。若干こう操作っていうのが新品であることを加味せずとも硬くなってますね。このようにしっかりとした作りにさらに進歩してるっていうのがこれで分かりました。で、 まあ、多分なんですがでこちらですね同じくこのモフトのマグネットスタンドにくっつく力っていうのも強くなってます圧倒的に強くなってますこれはなのでまあこういうもの新しいですねこういう製品群にしっかりと対応した作りになってるってことは間違いなくありそうですねまあこの2つとても便利だなと思ったので購入して皆さんにご紹介させていただきましたでそこでなんですけどまあうちそのマグセーフじゃないから関係ないよねって方いらっしゃると思うんですよ 実はですね、そういう方たちにも安心して使えるのがこのマグセーフ周りのパーツでして、私、この Pixel6A にもマグセーフの機能というかですね、マグネットスタンドついてるんですよ、これですね。で、その時にもこれ、ご紹介したと思う,思うんですが、このシンジモルさんからですね、このプレート、まあ、この今ついてるので、こちらのプレートが発売されてるんです。で、これを装着することによってですね、古い方のですね、モフトのスタンドなんですが、 こここちらをこのように装着することもできるわけなんです。でこれやっぱり装着の力はですね古い方のモフトということもあって若干ですね弱かったりだとかこのマグネットの力をしっかりと確保するために若干のこのよーく見ていただくと厚みがあるのが分かると思うんですよこの製品自体に。というのはですね少し不便なところなんですけど私はこのピクセル 6A に何を求めてるかっていうのが大事でして以前ですね全く別に紹介したこのウランジーさんのですね プレートですね、今上にマイクついてしまってるんですけどこれにくっつけて撮影するのにこう簡単に使えるようになるわけなんですよ、まあ、なのでこのマグセーフの機能を使ったその他の周辺機器っていうのをこのシール1枚購入するだけで使用可能になるわけなんですねただ対応していないとマグセーフを利用した地位での無線での充電っていうのはできないのでそこはですねご理解いただければと思います構造的に不可能ですまあ、本当最近ですね、私これ使って、 これ iPhone 14ですね。iPhone 14 Pro Max をペタッとくっつけてよいしょ、このようにですね、カメラ起動してですね。まあ、普段はインカムを使うことが多いんですが、インカムになると自分を交通した画面というのが手前に映るわけなんですよ。で、モニタリングもしっかりできるって環境で気軽に収録しております。で、さらにこのロードのですね、ワイヤレス Go の新しいモデルですね。っていうのがこのライトニングにも対応しているんですよ。こちらですね、ライトニングケーブルであることはわかると思うんですけど、 それをこう差し込むことによってもう簡易的にですねマイクのついたカメラ 4K のカメラが誕生したわけなんですよこれなんかすごく気軽で便利だと思いませんか私最近ほぼほぼですね動画っていうのを今日は GH6 を使っていますが撮影に使っているのはこの iPhone14 Pro Max のインカムとこのですねショットガンマイクロードのショットガンマイクですねビデオマイクロ GO2 だったっけかなビデオマイク GO2 だったかなっていうのをえっと2つしか使用してないです とあと、このスタンドですね。マグセーフで使用できるスタンドを使用して三脚に固定して撮影しているって流れになりますね、まあ。もしくはそのウランジさんの先日別に紹介したワイヤレスピンマイクを使用してのお届けとなっております。ということでですね、本日はこの MOKT、ok、さんのスタンド、新しいモデルのスタンドですね。と MOKT、ok、さんのマグネットスタンド、このシールのちっちゃいやつですね。これです。それと、 あとは、どのような状況で私がですね、このマグセーフというものの便利さに気がついたか、まあ、使うようになったかっていうお話ですね。というのをまとめてさせていただきました。あの、シンジモールさんのですね、このマグネットのシールとケースですね、これ、両方ともとても優れてると思うので、ぜひですね、強度的に不安のある方はですね、ご検討いただければと思います。私、これ、14プロマックス対応用のケースが出たらですね、即購入しようと思っているレベルでとてもいいですね。 あとですね、この当然の話なんですけどこのケースを装着して無線の充電ができるかできないかで言えば対応している機種はしっかりとできます。なのでこの iPhone のですね ProMaxProProMax Pro Pro かなあとは C 無線のマグ a f e に対応している充電可能なモデルであれば充電というのもです、ね、しっかりとできますのでご安心いただければと思いますね。 はい。ということでですね、駆け足でいろいろとこう便利なものを購入しました。これ便利です。こういう風になってこう便利なことに気がつきましたみたいな感じでご紹介させていただきました。まあ、特にですね、この裏にさんのですね、マグネットスタンドって私とっても便利で収録の時にほぼ毎回使用しているぐらいすごい製品、素晴らしい製品だと思うので、まあ、何かこう iPhone 等で動画を撮ったりとか、自分を撮影したりとか多い方はですね、ご検討いただければなと思いますね。では、ということでですね、こちらのチャンネルではこのようにカメラですね、今回はスマートフォン関係のパーツでしたが、 このようにカメラで写真や動画、あとはオールドレンズやアクションカメラやドローン等を楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネル登録登録と私の励みになりますので、グッドボタンですね、いただければ嬉しく思います。またですね、冒頭申し上げましたけど、コメント等で私に仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ。